つらぎ、リリアです。その、よろしくお願いします。シウスミカ、アイドル初心者だからいろいろ教えてね。幼馴染のリリアともどもよろしく。月村手まり、アイドル4年目。今年の予定は学園一のアイドルになること。クラス単位での活動もあるから。特に未経験の新入生に言っておくけど、足を引っ張るのだけはやめてよ。うお、感じ悪い。花見咲きよ。目指すはもちろんトップアイドル。入学試験主席のこの私が新入生を代表して宣言するわ。内部進学組だからって偉そうにしないでよね。すぐに実力で黙らせてやるんだから。もう初日から喧嘩とかやめな。せっかく同じクラスになったんだから仲良くしようね。あたし藤田琴音、1年間やろう。クラスの雰囲気が最悪です。何よ、言いたいことでもあるわけ？別にこっち見ないで。はあ、眠。特にあの辺が。どうしよう、リリア。一年間、この中で過ごすの辛くない？辛くはないけど、思っていたのとは違うかも。だよね。初星学園のクラスって、うちらにとってのアイドル事務所みたいなとこあるし、超可愛いアイドルたちが、和気あいあいにぎやかにしてるみたいな、そういう夢のパラダイス的なイメージあったのに。何これ、アイドルか、思ってたのと違くない？困ったね。ん、おやおや、私リリアと危機感を共有できてない感じがするぞ。はさては、私とは違う理由で困ってるな。大したことじゃなくて。さあ、いいえ、遠慮なく、心配事を吐き出すのだ。やめないよ、夢がや。はい、どうぞ。自分でも、まだ、まとまってなくて。いいよ、そのまま行ってみ。私、負けたくないから、それで困ったなって。ごめんね。ちっともわからなかったよね。わかった。本当に？あんたあんた、ビビビーってラブラブパワーで伝わった。じゃあ、早速なんとかしよっか。みんな、注目！今日の放課後、1年1組の懇親会やります。全員参加でよろしく。みんな、注目！今日の放課後、1年1組の懇親会やります。全員参加でよろしく。は、勝手に決めないで。私は行かない。行かないわ、練習したいから。ほんとごめん、バイトがあるから無理。おっと、手ごわい。ネックはやっぱりこの3人か。オッケーオッケー、気にしないで。じゃあまた別の日に企画する。よし、ちょっとマジで作戦練るわ。学校終わり。うわ、バイトバイト。練習練習。ズッキムラちゃん、ちょっといい？よくない。そんなこと言わないでさ、ほんのちょっぴりだけだから。私さ、このクラスをいい感じにしたくって、懇親会的なあれをね、
どうしてもやりたいんだ。やれば私は行かないけど、クラス全員に参加してもらいたいんだよ。ちなみに月村ちゃんが来てくれない理由って聞いてもいい？そんな暇があるなら自主練したいから。ああ、花見ちゃんと同じ理由か。一緒にされたくはないけど、まあそう。これ私じゃ説得できそうにないな。スミカちゃん、リリア、私が話すから。オッケー、任せた。私に言いたいことでもあるの？あー、月村ちゃん、やつ控えめにしてくれる？イライラするな。ごめんなさい。あの、月村さん。何、早くして。きっと、クラスで一番、実力がないの、私だと思うんです。クラスのみんなで協力しなくちゃいけない行事とか、このままだと、足を引っ張っちゃうと思うんです。ならアイドルやめれば？それはできません。私は、トップアイドルになりたいんです。絶対になるって、そう、決めたんです。だから、たくさん頑張って、足を引っ張らないようにします。いい心がけだね、そうすれば。そうします。ただ、その、この先、クラスで協力し合わなきゃいけないこと、何度もあると思うんです。他のクラスと勝負することだって、あると思うんです。そんな時、このクラスが負けるのは、困ります。夢から遠ざかってしまうのは、困ります。とても。私なんかが、こんなことを言うのはおかしいって、わかってるんですけど、その、まどろっこしいな。早く言いなよ。はい。あの、月村さん。足を、引っ張らないでくださいね。月村ちゃん、動かなくなっちゃったじゃん。リリア、さすがに言い過ぎじゃない？私、あんなこと言わない。なんとかソフトに伝えようとして困ってるみたいだったから。以心伝心でアテレコしてみた。似てたっしょ？似てたから怒ってるの。カツラギと、シュン、だっけ？名前、あなたたちの。あ、復活した。そうだよ。シュン、スミカとカツラギ、リーリア。今度は名前覚えてよね。もう忘れない。それで、協力するよ。クラス懇親会。マジで？どうして急に？一理あると思ったから。私がトップアイドルになるためには、クラスがまとまってた方がいい。だよね。はい。だから協力はする。する、けど。カツラギ。私、あなたのこと嫌いだから。花道、ちょっといいかな。あら、どうしたの？私たちって、クラスで行事に参加することもあるわけじゃん？そうらしいわね。ってことはだよ、クラス同士で競い合うこともあるかもじゃん？ありえるわね。クラスの結束を強めるために、懇親会的なのをやりたいんだよ。花見ちゃんも参加してくれないかな。放課後は忙しいから無理よ。じゃあ、お昼休みに教室パーティーとかなら？ぜひ参加したいわ。お、意外にもちゃんと話し合えば分かってくれるタイプ？意外にもって何を失礼ね。合理的な案に反対なんてしないわ。ただそういうことなら、私からも提案させて。提案って？
この私、花見咲が1年1組のリーダーになってあげるわ。うん、我ながらいい考え。あなたもそう思うでしょ？ニーリア、どう思う？まだ、わかりません。なんだよ。花見さんのこと、よく知らないので。それは確かに。ちなみに花見ちゃんは、なんで自分でリーダーをやりたいの？もちろん勝つためよ。クラスで最も優れたアイドルである、この私がリーダーを務めるべき。そうでしょ？そっか。じゃあさ、こういうのはどう？月村先生、出番ですぜ。やっちまってくださいよ。何そのノリ。いや、なんていうか、リーリアも言ってたけどさ、私たちってお互いのことをまだ何にも知らないじゃん。だからガンガン交流した方がいいと思うんだよね。分かり合うために。どっちがすごいアイドルなのか、自信満々な二人で勝負してみてもいいんじゃない？もう面白いじゃない。月村ってまり、上から目線の嫌なやつ。どちらが上かを思い知らせてやるわ。まあいいか。身の程知らずの素人に教えてあげるよ、本物のアイドルを。この私が過小勝負で負けるなんて。あなたやるじゃない。友達になってあげてもいいわ。急に気持ち悪いな。私、実力あるやつは好きよ。改めてよろしく、テマリ。次はダンスで勝負しましょう。今度こそ私が勝つわ。お、仲良くなってるじゃん。なってないから。でもまあ、そっちもアイドル始めたばかりにしてはいい線いってるんじゃない？ふん、偉そうに。こんなもんじゃないんだからね。私、今回はいろいろ思うところがあったわ。交流って大事よね。決めた。クラス全員と勝負するわ。相互理解を深めるために。私、花見っちのこと結構分かってきたかも。あら、嬉しいわ。なら、この私を一言で表した？迷惑なやり。なんですって？コトネッチ、眠そうなとこごめんね。ちょっといい？うん、なになに、どうしたの、スミカッチ？あなたたち、会ったばかりなのに仲いいわね。入学式の日に友達になったもんね。私まだ手まりしか友達いないんだけど。いや、花道いつもダッシュで帰っちゃうから。私、花見と友達になった覚えないんだけど。さっきなったじゃない。なってないから。勝負したらもう親友でしょ。これからは私のこと、さきって名前で呼びなさい。さき。なに、鬱陶しい。うるさい二人はイチャイチャさせておいてっと。コトネッチ、クラス懇親会やろうと思うんだけど、参加してくれる？ごめん、放課後は毎日バイトあるから無理なんだ。そう言うと思ってさ、教室パーティーにする予定、お昼休みに。サンキュー、それなら行く。ありがとう。よし、これで全員参加でいけそう。ね、シュン、スミカ。スミカでいいよ、こっちも先って呼ぶし。じゃあスミカ。あなた、なかなかいい足をしているわね。いきなりセクハラ。よく鍛えられているという意味よ。何かスポーツをやっていたでしょ？うん、さあね。やる気ないわね。せっかくスポーツで勝負できる相手が見つかったかもって期待したのに。クラス全員と勝負するって、あれ本気だったんだ。もちろん、ス
ポーチ以外でいいから、そのうち勝負しましょう、スミカ。そのうちね。約束よ。さて、じゃあ今日は別の勝負相手を探そうかしらと思ったけど。な、何？顔近くない？あなた体調が悪そうね。いつも眠そうにしているし、疲れが溜まっているように見えるわ。あたしバイトたくさんしててさ、それでかな。大丈夫大丈夫、気にしないで。何それ、いつも体調不良のままレッスンを受けてるってこと？放課後自主練習も休養もせずアルバイトばかりしているってこと？信じられない。それでアイドルのつもりなの？ごめんね月村さん、意識高い人から見たら意識低い私のこと気に食わないのはわかるんだけど、こっちにも事情があってさ。ほっとい、あら、なに？大げさね、ちょっと触っただけなのに。なんで急に触ってくんの？マッサージしてあげようと思って。根本的な解決にはならないけど、ちょっとは回復させてあげられるわ。そういうことなら、もうお願いしよっかな。任せなさい。ことねっち、ことねっち、アイドルがしてはならない顔になってるよ。だってこれやばい、あくまで応急処置よ。事情は知らないし口出しするつもりもないけど、ちゃんと寝て休みなさい。ほら、栄養と水分補給。お、サンキュー。うん、改めてちょっと考えてみるわ。うん、そうしなさい。なんか花見ってさ、お姉ちゃんっぽくね、ちっちゃいくせに。一言余計よ。見た目も中身も理想のお姉ちゃんじゃない。いつでも頼りなさい、この先お姉ちゃんはね。ではでは、一年一組の親睦を深め、結束を強めるために第1回教室パーティーを開催します。うぇーい。早速だけど、私自己紹介のやり直しをします。藤田琴音、将来の夢はガンガンお金を稼げるアイドルになり上がること。改めてよろしく。低俗だね。あ、だから何？この前みたいに疲れた顔してるよりはずっとマシかな。クラスの戦力になるなら何でもいいよ。上からでうっざ。じゃあ次はそっちね。は？超感じ悪かった自己紹介のやり直しだよ。ほら。なんでそんなこと。あれあれ、いいのかな。またリーリアに言われちゃうよ。足を引っ張るなよ、ザコがって。そんなこと言ってません。いい度胸してるよね。そうそう、リーリアって気弱そうに見えて本当に気弱なんだけど、たまに怖いとこあるんだから怒らせない方がいいよ。そうなの。スミカちゃん怒るよ。ほら、じゃあ、自己紹介のやり直し、というか、この前はごめん。言い方、トゲトゲしかったと思う。カツラギにも言われて、いろいろ考えたんだけど、私たちがトップアイドルになるために、夢を叶えるために、私たち一年一組は、ちゃんとまとまってた方がいい。うん、そうね。だから、提案。
これからはクラス全員ニックネームで呼び合おう。距離の詰め方やばいでしょう。ニックネームって例えばどんな？そうだな、リーリアだったらリーピャンとか。え？リーピャン、なんで嫌そうな顔するの？真顔で急にリーピャン言われたら誰でもそうなるって。普通に名前で呼び合わね。さもないとデマリンって呼ぶが？何それ、ちょっと嬉しそうにするなよ。ニックネームで呼ばれるのは嫌いじゃない。そういうのはファンの皆さんにつけてもらった方が。それリーリアいいこと言った。一理あるなら名前呼びで。さあ自己紹介のやり直しもできたところで、クラス全員でレクリエーションを始めましょう。あらゆるパーティーゲームで百戦無敵を誇るこの私に挑んできなさい。へえ、果たしてうちのめちゃ強リーリアに勝てるかな。ゲームの勝敗なんてどうでもいい。全力でぶつかり合えば分かり合えるし認め合えるわ。私たち夢も目標もみんなバラバラで、友達になんてきっとなれない。でも別にそんなのどうでもよくない？まあね。私の足を引っ張らなければ。私の勝利のためだったらたまには協力してあげるわ。まあそんな感じで1年間よろしく。1年1組の親睦を深め、結束を強めるために、これより第2回教室パーティーを開催します。いや少し前にやったばかりだよね。あれから1週間くらい経ってるし。言ったっしょ、今後も不定期で開催するよって。それにしたって急すぎるわ。こっちにも予定があるんだから。悪いけど今回はパスよ。あれあれ、いいのかにゃー、リーリアとの再戦チャンスなのに。なら15分だけよ。カツラギリーリア、今日こそ決着をつけてやるわ。決着って完全に負けてたよね。うるさいわね。この前は調子が悪かっただけだから。さあ勝負よ、覚悟を決めてゲームを選びなさい。あ、その前にお菓子を持ってきますね。相手にされてない。てかみんなで遊べるやつにしよう。エマリッチ、この中から選んで。仕方ないな、こういうの柄じゃないんだけど少しだけ付き合ってあげるよ。あれ、テマリどっか行くの？なんでもいいでしょ、外の空気を吸ってくるだけ。もうちょいしたらゲームやるから早く戻ってきなね。はいはい。最近みんな私に物おじしなくなったの。そっけなくしてもぐいぐい来るっていうか、すごくありがたくて嬉しいけどちょっと疲れる。あ、何？なんでもないです。この子だけはあんまり変わらないな。放課後にみんなでカラオケ行くらしいけど、あなたも行くの？行かないです。今日は見たい配信があるので。絶対全員参加させるぞって、スミカが張り切ってたけど。好きなアイドルが出演するので、集中して見たいので、行けません。なんか、意外。推しに弱そうなのに、意志、強いじゃん。決めた。私も行くのやめよう。チャンネルの名前教えてくれる？あ、
はい。その、感想をお話しできたら、嬉しいです。テマリン。おはよう。ぼーっとしているようだけど、具合でも悪いの？ああ、今日はね、完全休養日なの。全力でぼーっと休む日ってこと。ふーん。テマリもそうでしょ？何してたの？グルメ雑誌を読んでた。近所の飲食店が特集されてて。食べに行くんだ。行かない、見てるだけ。ダイエット中だから。それ余計苦しくない？別にいいでしょ。ほっ、付き合い悪いペアが揃ってるじゃん。もうスミカちゃん、あっ、ケマリが読んでる雑誌、そこに載ってるお店、今みんなで朝ごはん食べに行ってきたんだけど、超美味しかったよ。ダイエット中なんだっけ、ごめん。サキ、はいはい、何か作ってあげるから待ってなさい。